こんにちは、こんばんは、はじめましての方は、はじめまして、ヘッポコツーリストガライラガイでございます。さあ、本日もツーリングの方をしていきたいと思います。岡山ツーリングインタガシという形で、前回は、高橋のオフィッチュー松山城という形で、ツーリングとフォーミングの方をしてまいりましたけども、今回は、完全的にその名所というよりは個人的行きたい場所と ご紹介したい場所というところで、ビッチェ松山城を展望できる、前回雲海を撮りに、写真を撮りに行ったんですけども、そこを一望できる展望台のところまで、行きたいかなと思います。今は、高橋市役所ですね、ハブ中継地点の方に、来ております。さあ、ここからそちらに向かうには結構な距離が、かかるはずなので、天気も本日はちょっとこのような感じで曇り空で、ここは谷合いの街なので、天気がいきなり崩れる可能性もあるんで、急いで現地の方に向かって行きたいかなと思います。はい、それでは、準備の方をいたします。いやー、ちょっと天気が悪いですね、本当に。
さあ準備できました。それでは今から向かっていきたいと思います。まあ、前回行ったんで道は間違えないとは思うんですけども、前回行ったというか以前行ったことがあるんで道は間違えないと思いますが、もし間違えたらすいませんがご愛顧という形でお願いいたします。では行きたいと思います。前回みたいなことはないかなと思います。では行きたいと思います。レッツゴー。
ってきました。ちょっと雨が降ってきたんで、ちょっとだけ様子見ます。これはまずいかもしれない。怖いな。とりあえず行けるとこまで行ってみましょうか。まさか雨が降るとは。この山の中で雨が降るの最悪なんですけど。こちらを曲がってあと山の中をひたすら走っていくだけです。絶景ポイントですね。ここも、ちょっと見えるかどうかわからない。ちょっと曲がりますね。はい、こんな感じです。ここも雲海の超スポットです。一応目の前に松山城は見えてるんですけど、多分 GoPro の映像だと見えないんで、こんなところがあるんだなというふうに思っていただければ幸いです。では行きます。ここが、天空の山城備中松山城展望台という形になってございます。ここまでの、道のりというのが、今回のツーリングということで、一旦ウォーキング編の方でこちら、上の展望台まで行ってみたいと思います。展望台自体はそんなに遠くないんで、ウォーキング編の動画自体はそんなに長くはならないとは思うんですけど、ぜひその
GoPro で写せる限りの絶景という形で、お見せできればいいかなというふうに思っております。でちなみにこの道路下行くと回転道路になってて、円柱型の駐車場みたいになってて、折り返しと切り返しができる場所になってますので、このまま奥進んでいかれても問題ないかなと思います。雲海の時間は大体朝なんで、やっぱりこの時間帯だと誰もいないなというふうに思ってちょっと残念ですけども、まあまあこの後ちょっと行ってみたいかなと思いますんで、よかったらそちらの方も見てやってください。はい、それでは小川山ツーリング in 高橋の第2弾ですね、ちょっと名称というよりは今回は展望台の完全に個人的な趣味の場所に来てしまったんですけども、ビッチ松山城の展望台という形で、ここから見る松山城の風景という形でお届け、してございます。はい、というところで、最後まで、見てくださいましてありがとうございます。よかったら次の動画も見てやってください。それではバイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。PC の方は画面の真ん中にボタンがあるのでそちらをクリック。スマホの方は下の方に赤いボタンがあるので登録よろしくお願いします。それではまたのご視聴をお待ちしております。